はいどうもこんにちは、僕です。ラビストライクザゲン続きをやっていきましょう。ですね、前回の続きなんですが、前回やめた後、うっかりねセーブしに戻ろうと思って次の部屋に入ってしまったんで、録画外で一つねステージをクリアしてしまっています。そんな感じでやっていきたいと思います。どこだっけな、エレベーターでね上に行くんですよ、まず。で次に行くのがどこだったのかな、4040何号室だと思うんですよね、多分。ちょっとね次のステージを探していきたいと思います。まずはあここかな、402。ここは来たことないな。多分来たことないでしょう。ドーナツの上を飛んでいきます。怖えな、これ。下が見えない。敵か。まあ、進んでいくしかない。あんまりお金いらないな。スキルが封じられてしまった。ドーナツができましたと。確かね前回コーヒーを拾ったんで、今回はなんだ、砂糖。いるな。何してんだあいつ。まあいいや。声が聞こえる。え、届かないよ。なんだよ。焦りすぎましたね。危ない。オッケー。ちょっと避けらんないんだけど。なんだ？やめろ。この角度で撃ってくるのか。まだいるのか。マリオみたいな横スクロールアクションになりましたね。そのコインどうやって取るんだ。まあいいや、降りましょう。ドーナツか、砂糖じゃなくてゴールドバグ。何者だバグ、眠れバグ、殺すバグ。来るな。弱い。抹茶ドーナツは手に入れました。じゃあね、一人また蘇生していきましょう。蘇生してるのかわかんないけど、聞いてみるのはいかがでしょうか。コーヒーとドーナツです。誰かいるのか。お、喋った。腹が減りすぎて何も見えん。ね、彼は生きていますよ。
お腹が空いているのですね。ここにコーヒーとドーナツがあります。どうぞお食べになってください。口調が丁寧。ブライアン・バスター・ジュニア、なぜゲームオーバーにさせてくれないのじゃ。わしは役目を終え死にたいのじゃ。この世界の敵は雑魚ばかり。昔のように血管が破裂するような死闘はもうできんのじゃ。苦味と甘みが美味しい。あ、成仏してしまった。何だったんだ。コーヒーとドーナツは彼にとっての命の源。復讐を果たし強敵を失い、この世に未練をなくした彼は命を捨てて全てを終わらせたかったのでしょう。私は余計なことをしましたが、いいえ、この世に余計なことなど存在しません。これで尋常に勝負が果たせます。ロビーに重い扉がありましたね。おそらくあれが開いたのでしょう。行きましょう。安らかなひとときはおしまいです。じゃあ向かっていきましょうか。ここですね。じゃあ入っていきましょう。ボス戦なのかな。ん？なんだ？あ、メカだ。なんだこりゃ。誰じゃ。こんな顔してるの。トラリス・タッチダン、この地に降りた殺し屋です。わしを殺しに来たのか。どうかな。殺すのか生きるのかはあなた次第です。なぜわしは復活した。そなたの仕業なのか。そうですね、そういうことになると思います。なぜだ。わしは死を求めた。疲れたんじゃ、もう死にたい。だから殺人事件を装って一世一代の仕掛けを考え抜いたんじゃ。なので解決したんです。誰が。僕がです。余計なことをしくさってが、このバカ野郎が。いやいや、解決して助けたのにバカ野郎はないんじゃないですか。けしからんわかるぞ。じゃダメだ、このじいさん完全に。刀を抜け、叩き切ってやるわい。かかってこいよじいさん、きっちり殺してやるぜ。大東京無限砂漠。父さん出番だよ。ウッドスーツ出陣。え、あ、ブライアン・バスター・ジュニア。あ、どんな感じなんだ今回は。狭そうだな、マップが。横スクロールかい。痛い痛い、止める。危ない。痛いよ。フェーズ2に行け。行かないの。こりゃ。なんだなんだそれ。なんか出てきたよ。進撃の巨人かな。弱くね。痛い。痛いよ。腐ったら、ちょっと端っこに。倒しましたね。何がとどめだったのかわかんないけど。え、なんだよ今の。あれ、なんか出てきたよ。おじいちゃんが出てきた。とどめ。なんか今回は、あれ、ちょっと勝手に入力されたんだけど、押さなくてもいいのかな別に。うん、なんか今回ね、あっけなかったですね。難易度変わってないんですけどね。
あ、ランク S。ランク S だ。ブライアン・バスター・ジュニア、倒しました。手を抜いたな、この若造。抜いちゃいねえ。ただ捨て身の相手を切るような、電気物は持っちゃいねえだけだ。構造、いい目をしているな。危険な目だが。俺はガシダム。え？俺はガシダムのパイロットじゃねえ。ガシダム、ガンダム。楽しかった。いい人生だったよ。さよなら若造。あんた狂ってるよ。狂い咲き、ブライアン・バスターに花束を。バイクがうるさい。散り際を求めて常に人は生きている。トラビス、あなたも行くときはしっかり殺してくれる相手の目をそらさないことだな。ことだな。殺してくれる相手の目をそらさないことだな。何かな？新しいスキルは。これだけじゃわからん。ストライクフリーダムチップ。ストライクフリーダムガンダムじゃねえかよ。ストライクフリーダムガンダム CAD 殺人事件実績の解除。じゃあまたね、デースドライブマーク2から出てきました。またいろいろ見ていけると思いますので、まずはね、そちらを見て確認していきましょう。まずこれがありました。忘れてました。じいさんは死を求めていた。死に場所を探してもがいている姿は哀れだ。そんなじいさんはなぜ自殺を選ばなかったのか。死が怖い。そうじゃない。自らが死ぬ権利を持っていなかった。のたれ死ぬことでしか償えないと悟っていたかのように感じた。俺はじいさんのように生きられるのか。無理だ。じいさん、あんたは偉人だよ。誰も言わなくとも俺が何度でも言う。じいさんは偉人だ。安らかに。なんか意味深、意味ありげなね、こと言ってるけど、多分あんまり意味ないんだと思います。はい、ブログ追加 K からファックス。ストライクズバックに新しいシナリオ、セーブしますか？セーブは一旦置いておきます。前回忘れてたんですけど、ファックスが来てたんですよね。ファックス、K からファックスが来てる。トラビスタッチダウン、ここまで来てしまったのであれば、ゲームクリアおめでとうと言わせてもらおう。初めてデスドライブのゲームを2つクリアする人間が現れて、正直驚いている。こうして再三送っているのも、引き返してほしいという願いなのだが、紙切れの警告では引き返すつもりがないようだな。ではメッセージに説得力を持たせるためにも、私が何者かを名乗らせてもらおう。私はジブナイルの恋人で、クラークというものだ。このゲームをクリアした先にあるのは、人類の悲劇だ。その悲劇を巻き起こす犯罪者に君がならないことを祈る。ゴッドブレスアメリカ系クラークっていう人なんですね。どうやら3つ目もクリアしてしまったようだな。本来君たちがこれを知ることで君たち自身の命の安全が保証されなくなるので書きたくなかったが、仕方ない。デスドライブマーク2開発には軍と CIA が絡んでいる。ジュブナイルと私の出会いはデスドライブマーク2の開発ラボだった。当時まだ10歳そこそこ、親を亡くし孤児だった私と彼女は天才的な頭脳を見込まれて開発チームにスカウトされた。デスドライブマーク2は当初は火星移住計画のために開発された。そのマシンのグローブから個人情報を読み取り、火星に飛ばしたマシンに個人情報を転送、そこから 3D プリンターのようなものでクローン人間を作成し、地球系火星人を生み出す計画だった。だが CIA がその技術を転用して地球上に殺人マシンを生み出す計画を進め始めた。ドローンでプリンターを運んで敵地で戦士をプリントできれば暗殺からテロまで自由自在だからな。このプリンターは人間から兵器までありとあらゆるものを生成できる恐るべき精度のものだ。ジブナイルはその計画を止めるため開発途中のマザーマシンにバグを埋め込み、プログラムを機能させないように仕掛けた。ここまで書けば想像できるかもしれないが、君たちがゲームを全てクリアすることで何が起こるか。そう、 CIA の地下に眠るマザーマシンがリセットされ、 CIA の手によってデスドライブプロジェクトは復活してしまう。どうか君たちが引き返してくれることを切に願う。ゴッドブレスアメリカ系。そうなんですか。 CIA。でね、なんかジーンから
もうファックスが来てる。私は今暗く広い場所に来ています。とても高い場所なのか、下を見るとそこは知れず、まさに深淵。こちらを見返す者の気配を感じます。完全に迷子です。早く迎えに来てください。ジーン。エレクトリックサンダータイガー2。あー、なんかね、猫のジーンを探すイベントが、イベントっていうかね、そういうコンテンツもあるらしいですね。猫のジーンがね、確かにいない。本当にいない。じゃあ、猫のジーンを探しに行きますか。ちょっとラーメンブログも見ていきますか、ついでなんで。台湾ラーメンか。まず最初にお伝えしておきたい。この台湾ラーメンとは、名古屋のラーメンである。書いている私がゲームのやりすぎでおかしくなったわけではない。名古屋在住の台湾料理店が発祥と言われ、今では台湾に逆上陸して名古屋ラーメンと呼ばれるほどメジャーな料理になっているのだ。そのお味は、まずはビジュアルから、見るからに辛そうな赤いスープの上にはしっかりと炒められたひき肉とニラがたっぷり乗っており、そこにこれでもか、まだ寝てるのかっていうくらい唐辛子が投入されている。一口飲めば、そう、ジャッキアップされたように目が覚める。だが昨今の激辛ラーメンと一線を隠してこその台湾ラーメン、鶏ガラの何とも言えない優しさが辛さの奥底に残っている。そう、激動の歴史を乗り越えてきた台湾のごとく、その人柄はどこまでも優しいのだ。しかし、切りつく喉を潤すのはビールでしょう。で、またない、気合でスープを飲み干し、-8万点、ごちそうさまでした。マイナス8万点ね、相変わらずですね。T シャツは特に変化ない。じゃあちょっとジーンを探しに行っていきたいと思います。サンダータイガーのところにいる。ストライクフリーダムチップ。衛星軌道上にある人工衛星からレーザーを照射する。スキル発動後、スティックで照射位置を決めることができる。おぉ、攻撃系か。攻撃系どうしようかな。まあいいや、一旦置いとこう。いたいたいた、ジーン、こんなところにいた。あー、すげえゴロゴロいってる。太ってるなおい。じゃあね、これ以上ここはやる必要ないので帰っていきましょうか。バックトゥートレイラー、戻ります。あ、レベル上げられるかな、もしかして。ん、ジーンからファックスが届きました。またですか。待ってください、セーブは置いといて。ね、レベル上げられる、上げられるね。じゃ、レベル10。レベル10になりました。早くも。またどっか行っちゃったのかな、ジーン。Life is Destroy。私は今、4つの家を巡り、ここへたどり着きました。空き家だったのか、人の気配はありません。部屋は荒れ、床には血を思わせる汚れが、ここは居心地が悪いです。早く迎えに来てください、ジーン。また探しに行かなきゃいけないのかな。ちょっとじゃあセーブをして、今回はね、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回はね、新しいデスボールをゲットして、次のステージにね、入っていきたいと思ってます。はい、ではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。